はいどうもメダカッキーです。本日はこんなところに無人販売がということで、はい、池の修理をするためにですね、モルタル買いに行ったついでにですね、ちょっと近所の橋の駅って書いてありますね、橋の近くなんでドロンパっていうところに行ってきたんですけど、ここねいつもメダカ置いてあるんですよ。ここにあるはずなんですけど、なんか引いてあったんで新しいメダカに入れ替えようとされてるのかなと思ってですね、店内の方は今の時期カブトムシが置いてありました。はい、アトラスオオカブトと、あとサタンオオカブトいましたね。サタンオオカブトが角曲がってるんですけど、それがね、オスが6500円なんで、僕がカブトやってた頃はそんな値段じゃ買えなかったんで、あ、そんなに安くなってるんだと思って、サタンがそんなにと思ってね、ちょっとね買って帰りそうでしたけど、まあここで買うとと思ってね、ぐっと我慢して、はい、そういえば近くに無人販売でメダカを売ってあるところがあったよなと思ってですね、行ってみようといった感じでですね、はい、カブトムシは諦めてメダカを見に行きましたと、こんな感じの、はい、お店っていうかね、無人販売所です、営業中ということでですね、大きく書かれてあります。ではですね、早速中の方に入ってみたいと思います。隣がね飼育場です。すごく綺麗に管理されてます。はい、こんな感じで綺麗にね並べてありますよ。はい、でさっきね見えにくかったと思いますけど、ステッカーいっぱいあったでしょ。はい、ステッカーいっぱいありましたよね。でステッカーのとこ拡大しますね。はいはい、僕のステッカーがあります。はい、知り合いですカエデヤメダカさんって言ってですね、昔からの知り合いで、はい、いろんなねメダカさんを買われてて、かなりですねハイマニアだと思います。でこちらなんですけど、すごくですねお値段が安い、2000円から1000円の間ということで、はい、こんな感じでね綺麗にね並べてあるんですよ。えらく綺麗に並べてあるなと思ってね、もっとね早く行こうかなと思ってたんですけど、なんかこの時期になってしまいましたねだいたいいつもね仕事帰りにポンメダカさんに寄って帰るんですけど、寄ろうと思えば寄れないこともないんですよちょっと遠回りですけどね。だからね今までね寄ればよかったんですけど、まあ、いつでも行けるなーみたいな感じでですね行ってなかったっていうね。これミックスかな、これミックスですね、こっちもミックスですけど、やっぱりミックスって綺麗ですよねミックス綺麗ですよね、いろんな品種混じってて。でもねミックスだと次がね生まれてくるのがね、もうただただ茶色いメダカしか生まれてきませんので、綺麗なメダカさんがね並んでおりますよ。はい、最新品種もいましたね、ハイビスカスいました。はい、ね、あ、ハイビスカスってこんな値段でもう出せるんだと思ってね、まあ僕もなんかこうもどきとか作ってましたけど、もう作らずに買った方が確実だなって最近思いますよね、カエデヤさんですね、しっかり選別されてあるので、すごくね選別してあってこの値段ってね、やっぱこう無人販売所にはかなわないっすよね。店舗はね無人販売所がねもう断然安いんで、はあ、
かなわないなといったね感じです。はい、こんな感じでですね、定休日のことなんかもね書かれてました。はい、で、2つ買って帰りました。はい、さっき言ったハイビスカス買ってきて、あと1個はですね横見の水槽にね入ってたんですけど、なんかねすごくね色のバランスが良かったんで、目があの青目アースアイになるやつなんですけど、別にアースアイにならなくてもいいなと思って、なってましたけどね、なったのが2匹入ってたのかな。もうそれ以上にですね魚が綺麗だったんで、はい、買ってきました。サイズとしてはですねそんなに大きくない子たちが多かったです。そんなに大きくないって言っても多分持って帰って、水質に慣れたらすぐ産むぐらいのサイズなんですけど、はい、まあ、産めるサイズになってますよっていう子たちが、いますので、まあ、これから楽しむといった感じだと思います。ね、あの買いに行った時にねあまりにも綺麗なメダカ、もうサイズ的にだいぶ大きくなってるメダカって買ってきた時が一番いいわけですよ。買ってきた時が一番良くて、その後ねあなんか産まないなみたいなね、で出来上がってる魚ってだいぶ高いじゃないですか。はい、出来上がるまでにですねメダカ屋さん的には時間と労力かけてますので、価格が高くなってます。はい、その点ですね、無人販売所はその辺のコストを抑えれるといった感じで、はい、でサイズ的にそんなに大きくないメダカを出されてるので価格も抑えてあると、かなりねお安くて、はい、いいお魚が泳いでたと思います。カエデアメダカさんです。はい、結構ねカエデアさんにはね掛け合わせの話とかするんですけど、カエデアさんねハイマニアなんでかなり詳しいです。はい、ほんとね周りにメダカこうやってねやってる人が増えるっていうのはね嬉しいですね。なんかね本当自分でなんかこう作らなくてもちゃんとねこういうハイマニアのブリーダーさんたちがちゃんとメダカを維持してくれてるんで、あいいメダカがいっぱいいるなみたいな。あこれがねアースアイのやつです。綺麗でしょこれ。はい、頭が黄色っぽくて体に青の体外光が入ってますね。ものすごく綺麗ですね。この子たちはちょっとラメ体外光っぽいですけど、この子たちとねあのラムネブルーとか幻想とかかけたら結構面白くなるんじゃないかなとか思いながらですね帰ってきました。はい、なんかねやることをいっぱいできたなみたいな感じで、はい、今回はですね大川市向島って呼ぶかな、はい、にありますカエデアメダカさんに行ってまいりました。はい、インスタグラムとかされてますので営業されてるのをね確認していかれたらいいんじゃないかなと思います。カエデアメダカさんですよ、何回も言いますけど、はい、すごくいいメダカがたくさんいましたね。ちょっとねちょっと足伸ばしただけでね大満足でしたね。満足といった感じで帰ってまいりました。それではメダカッキーでした。バイバーイ。